暑い日に便利な携帯扇風機。定番のハンディタイプの他に首掛けタイプ、ミスト付き、手を挟む危険がない羽なしタイプなど数多くのタイプがあり、どれを選べばよいか迷ってしまうこともあるでしょう。ここでは、携帯扇風機の選び方や仕様別のおすすめタイプなどをご紹介。人気商品と合わせて参考にしてください。リストの最初の製品は、テーブルアロマファンラドンナの卓上小型扇風機は首振り機能付きで風量は3段階調節可能です。アロマオイルにも対応しており、お気に入りの香りとともに涼やかな風を感じたい方におすすめ。2枚の羽を使用することによって静音性も実現しました。レトロ可愛いデザインは他の人との差別化ができ、自宅やオフィスでも活躍します。2番目の製品は、パーソナルファンパナソニック。パナソニックのパーソナルファンは、コロンとした形が可愛い超小型タイプ。折りたためば、バッグやポケットの中に、すっきり収まるサイズです。USB 充電でも乾電池でも使える、2way 設計となっているため、普段使いだけではなく、アウトドアユースや、停電時の暑さ対策としても活躍してくれます。次の製品は、ピエリアスリムコンパクトファン同志社。高級感のあるウッド調、清潔感のあるオールホワイト、シックなオールブラックなどのカラーが揃う人気シリーズ。使わない時は、本のようにスリム&コンパクトな形状になるので、収納場所や持ち運びにも困ることがありません。また、3種類の電源に対応しているところも嬉しいポイントです。次の製品は、携帯扇風機ドリームエッグ。性能に優れた DC モーターを採用することで、静音性と省エネ性にこだわった設計。10段階風量調節機能や、左右上限首振り機能など、小型扇風機にあると嬉しい機能がたくさんです。アロマディフューザーとしても使えるアロマパッド付きなので、清涼感と癒し効果を一度に味わいたい方にもおすすめ。次の製品は腰掛け扇風機、アリス。8000mAh の超大容量バッテリーを搭載した腰掛けタイプの携帯扇風機。ハンズフリーはもちろん、首元や手元に邪になるものがなくなるため、仕事中や DIY 中などにもおすすめです。風量調節は弱モードがなしで、中、強、強風の3段階。ビジネスシーンにもプライベートシーンにも活躍してくれるはずです。リストの次の製品は USB 扇風機ライフホルダー。ライフホルダーの携帯扇風機はボタンではなくダイヤルタイプの風量調節機能付き。いつでもさっと手元で微調整ができるため、その時の温度やシチュエーションに合わせて使えます。5000mAh のバッテリーを内蔵。最弱モードでは、最大60時間もの連続使用ができてしまいます。次の製品は、USB 扇風機キーナイス。無段階角度調整ができる構造になっており、弱と強の2段階風量調節機能を備えている。クリップ式。デスクの横、棚の上、車のダッシュボードなど、いろいろなところにさっと設置できるので、子供やペットとのお出かけにもおすすめ。本体底には、卓上タイプとして使うときに便利な滑り止めがついています。リストの次の製品は、USB 扇風機キーナイス。キーナイスの USB 扇風機は、上下左右自由に風向きが変えられるタイプ。スタンダードな卓上ユースのほか、壁掛け吊り下げ、クリップスタイルで好きなように使えます。また、弱と強の2段階の明るさに、LED 照明がコントロールできる、ライトボタンを搭載。微風モードでは、最大20時間の連続運転が可能です。リストの次の製品は、卓上扇風機弁琴。空気の入れ替えにも役立つ、壁掛けスタイルやスペースがないところにも使える、クリップスタイルでも使える、扇風機。さらに、
左右90度の自動首振り機能や前後上下の手動角度調整機能もついているので、扇風機を置く場所や目的に応じてフレキシブルに使い分けられます。風量は4段階に調節可能です。次の製品は、卓上扇風機、スマートデビル、スマートデビル。テレワーク用の PC デスクや子供の勉強部屋などに、おすすめの卓上扇風機。ファンフレームは、簡単に取り外しが可能。そのまま水洗いができる仕様になっているため、いつまでも清潔に使ってゆけます。風が当たる角度を自在にコントロールができる角度、調節機能付き。1回の充電で、約6から8時間使えます。リストの次の製品は、フレハンディファンマーブルフランフラン、フランフラン。フランフランのハンディファン、フレ、フレシリーズは、インテリアとして置くだけでも可愛いマーブル模様。約9時間の連続用に対応したバッテリーが搭載されていたり、風が心地よいリズム風モードが採用されていたりと、デザイン性と機能性が揃った仕上がりです。ボディは抗菌加工済みです。次の製品は、携帯扇風機ジャセス。パワフルな風を遠くまで届けることができるタービンエンジンを搭載。最大5メートルの距離までしっかりと涼しい風を届けてくれます。普段はハンディタイプとして使っていても、スタンダードホルダーに差し込むだけのワンステップで卓上タイプに早変わり、面倒なセッティングも必要ありません。次の製品はブレードレスファンミキサー。くるくると回転するファンブレードがないので、赤ちゃん、小さい子供、年配の方がいるご家庭でも安心して使えるモデル。スタンダードな携帯扇風機と同じく3段階の風量調節機能が付いています。ホワイト、ローズ、ブラック、パープル、グリーン、ピンクとコントラストが可愛い3色カラー展開です。リストの次の製品は、ポータブルミニファンキーナイス、キーナイス。キーナイスのポータブルミニファンは、携帯扇風機に、こんな機能があったらいいなを叶えてくれる多彩な、機能付き。モバイルバッテリーとしても使える 4000mAh の、大容量バッテリーはもちろん、電池残量が一目でわかる、ランプ表示や心地よいリズム風モードなどが、充実しています。次の製品は、ミニファンフンメ。女性の手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ。フル充電後は、楽モードで約17時間、中モードで約 8.5 時間、強モードで約 5.5 時間の連続使用が可能です。また、同梱されている D 型のホルダーを付ければ、卓上扇風機にもなるので、ヘアアレンジ、メイク、ネイルの時間にもぴったりです。リストの次の製品は、スタンド付きハンディファンリズム、リズム。リズムの携帯扇風機は、5枚刃と7枚刃の2層のファンがパワフルな風を作り出してくれる構造。日本の精密機器メーカーのこだわりが感じられる使い心地です。スタンドは4段階に角度調節が可能なタイプ。風の当たり加減や使う場所に合わせて、微妙な調整ができるので、オフィスワークやテレワークにもおすすめです。リストの次の製品は、スタンダードハンディファンエレコム、エレコム。エレコムのフローフローフロー、フローフローフローシリーズの USB 扇風機は、独自設計のフレームや3枚刃によるパワフルな風が自慢。ストラップ付きで持ち運びもしやすいので、家庭用の扇風機が使えない場所や、アウトドアシーンなどにもおすすめです。また、付属のスタンドで卓上ユースにも対応できます。次の製品は5インチ携帯扇風機ウルハーバー、ウルハーバースタイル。ウルハーバースタイルの USB 扇風機は、定番のハンディ、首掛け、卓上ユースにクリップやストラップユースが加わった 5A タイプ。また、高品質のブラシレスモーターが採用されているので、約 20dB という静音性能の高さも魅力です。便利なモバイルバッテリー機能、6段階の風量、調節機能もついています。
リストの次の製品は、ミストハンディファンヤマゼン、ヤマゼン。ヤマゼンが手掛ける、ふわり、ふわりシリーズのハンディファンは、真夏や長時間の外出におすすめのミスト運転モード付き。ミスト機能では、連続ミストと間欠ミストの2つが楽しめます。スリム&コンパクトサイズなので、持ち運びストレスもゼロ。また、涼しげな3種類のパステルカラーデザインも魅力です。次の製品は、手持ち扇風機シュルイド。シュルイドのハンディファンは、金メッキ加工が、キラリと光るスタイリッシュなデザインが魅力。見た目だけでなく、風量は5段階調節可能で、バッテリーは 4800mAh の大容量を使用しており、機能面でも優秀です。手持ち、卓上、首掛け、スマホスタンドとしても使え、1台で屋内外で活躍します。リストの次の製品は、首掛け扇風機ベストア、ベストア。ベストアのウェアラブル扇風機は、人間工学に基づいたモダンデザインが光る第3世代。心地よいフィット感が得られるシリコン素材を取り入れた。ボディには首から顔周りにくまなく涼感を届ける70個の送風口が搭載されています。くすんだライトグリーンやライトピンク、清潔感あふれるホワイトの3色展開です。次の製品は 3-in-1 携帯扇風機、ラコン、ハンディタイプ、首掛けタイプ、卓上タイプの3通りで使える携帯扇風機。3段階の風量調節モードのほか、楽しい7色 LED ライティング機能や香りを楽しむアロマディフューザー機能付き。約4時間の充電で、最大17時間の連続使用が可能な 3350mAh のバッテリーが搭載されています。次の製品は、マヒコルマイファンモバイル対策障子。マヒコル、マジクールシリーズのマイファンモバイルは、画期的なスリム&コンパクトなシルエットと、業界トップレベルの最大連続稼働時間が魅力。超薄型設計のボディに、独自設計のシロッコファンを内蔵することで、今までにない使い心地を実現させています。パワフルモードと、静音モードの2段階調節が可能です。次の製品は、携帯扇風機ハンドファン、ハンドファン。ハンドファンの携帯扇風機は、形を変えるだけで、スリーウェイで使えるマルチデザイン。折りたためば首掛けスタイルで、展開して固定すれば卓上スタイルでと、扇風機を使うシーンや目的に合わせて、使い分けられます。また、2600mAh のバッテリー容量なのに、最長稼働時間が15時間というところも魅力です。リストの次の製品は、首掛け扇風機デザートウエスト、デザートウエスト。ウェアラブルタイプの扇風機では、革新的な4つのタービン構造を採用したモデル。自然の風を再現しながらも、涼しさを感じる、風の温度、強度、速度にこだわった仕上がりです。4000mAh の、大容量バッテリー搭載により、約10時間もの長時間使用が可能になりました。持ち運ぶときは、コンパクトに折りたためます。リストの次の製品は、ウェアラブルファンブルーノ、ブルーノ。ブルーノのウェアラブルファンは、今のライフスタイルに馴染むおしゃれなデザイン。ペンダントトップのような小型ファンの中に、パワフルなファンが内蔵されています。約3時間の充電で、最大6時間ほどの連続使用が可能。シックなネイビー、ナチュラルなアイボリー、涼しげなブルーグリーンの3色展開です。次の製品は、首掛け扇風機ケヌオ、首掛けタイプの扇風機としてだけではなく、ハンディタイプ、卓上タイプ、腰掛けタイプの扇風機にもなる4ウェイ設計。風量調節機能や角度調節機能が充実しているので、外出先、オフィス、寝室など、様々なシーンにおすすめです。重さは、一般的なスマートフォンよりも軽い約 80g です。リストの次の製品は、エアフロー付きブレードレスネックファンドライリンク。髪の毛や、ネックレスなどの絡まりや子供の怪我などの心配がなく、安心して使える、
新設計。首周りを囲む48個の送風口が様々な角度にパワフルな風を送り出してくれます。また、ネクファンのボディにはデリケートな首のラインに優しくフィットするシリコン素材が採用されています。次の製品は首掛け扇風機ペンコー。欧米でも人気を呼んでいるスタイリッシュなデザイン。すっきりとしたフォルムに見えますが、実は72個の通気口と60個のファンブレードを採用した実力派です。最大24時間の連続使用を可能にした超大容量バッテリーは 4000mAh、また運転音を 20dB 未満に抑えた静音設計が採用されています。次の製品はダブルファンバージョン 2.0 スパイスオブライフ、スパイス。前シーズン人気だった携帯扇風機がさらにフィット感を高めパワーアップ。さらに最大約7時間の連続使用が可能な 2000mAh の安心容量バッテリーの採用や動作中、充電中、充電完了が一目で確認できるランプの搭載など、毎日の使い心地にもこだわった設計となっています。リストの次の製品は、ネッククーラー&ヒーター固形号。ウェアラブル扇風機の中でも人気のネッククーラーとネックヒーターの 2way タイプ。1年を通して使えるためコストパフォーマンスを意識したいユーザーにもぴったりです。クーラーとヒーターの温冷モード機能切り替えはボタン1つ。どちらのモードもお好みで3段階に温度調節ができます。次の製品は首掛け扇風機ジョイハウス、ジョイハウス。アクセサリー感覚で使える首掛けタイプの扇風機。弱モードで最大 8.5 時間の連続使用が可能な 2600mAh の大容量バッテリーが搭載されています。風量は弱、中、強の3段階調節機能付き。熱を感じやすい首周りに48個もの吹き出し口がデザインされているので、どこでも効率よく涼を取れます。次の製品は首掛け扇風機タクヨ。タクヨの首掛け扇風機は3段階調節可能な360度送風と2段階調節可能な冷却プレートが備わっており、最大マイナス15度もの冷感を感じることが可能。さらにマイナスイオン機能が搭載で空気の浄化も行います。風量レベルや電池残量などはデジタルディスプレイで確認をすることが可能です。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくためにチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。